はい、追いついてやばいやばい、あ、そうね、俺たち赤ちゃんになるんだよ、分かってんのか。いやーきつい、心がママですよ、説明がちゃやってきまーす、意外とうまそうでしょ。さて皆さん、まあそうですね、まあ僕 VR チャット歴ももう1ヶ月半ぐらいになりまして、さまざまなサービスを受けてきた、サービスっていうとちょっと結構早いからね、イベントに参加してきまして、ぶっちゃけた話何も感じないかなと思ってます。はい、今回はもう忖度なしに俺のまあ素のまんまというか、まあこんなもんなんですねという感じで、どうぞよろしく。いやっ、えぇ、よっ、DM さらされてんすけど、なんか文句あんのか、ないっす。うん、よし、それならいいんだよ。うん、というわけでだ、今日は授乳カフェキタリナにお邪魔するわけだ。もちろん下見さんのおごりっすよね。俺のおごりだ、今日はいくらでも授乳していいぞ。イエーイ、こんばんは、少々お待ちください、今ところばきますんで。はい、あんなんなんですけど大丈夫ですか、その人ではないんですけど。はい、行きます。授乳カフェキタリナの店長の星ライムと言います。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。授乳カフェ初めてと言いますか、はい、授乳初めてなんですけど大丈夫ですかね。じゃあね、そんなまだわからないお二人のためにですね、はい、今日は説明最初にしますので。ありがとうございます。こちらへどうぞ。お前どうやって生まれるんだ、お前は。それは覚えてないっす。覚えてないか、気づいたらこんな感じなの。お願いします。はい、ではね、哺乳瓶に入ってる飲み物をですね、飲んだり飲ませたりして癒しと落ち着きを得るためのイベントです。はい、みんなに楽しんでもらえる健全なイベントでございまして、はい、必ずしもね、なんかおぎゃおぎゃとこう赤ちゃんのようになりきる必要はないので、ぜひ、ね、はい、今日はいっぱい癒されていってください。わかりました。はい、まずここ入ってきたらね、私の頭の上にもねついてると思うんですけど、これステータスを見つけます。授乳される側の人は、うわー、これちょっとかなりでかい分岐だな。スタンミさん両方とも最終的にはやっていただこうと思ってるんですけど。あ、はい、わかりました。まあ、まずはね、はい、はい、あ、ついてるしね。うん、まあ、どうしよう。まあ、お前も赤ちゃんからでいいんじゃない？まあ、ビギナーってことで。うん。そうですね。ではね、こちらでどうぞ。授乳相手。そう、当店はですね、はい、今までスタミさんが言ってたようなキャストさんがついて接客するタイプのイベントではなくてですね、授乳したい人とされたい人でこうマッチングをして、相手を見つけて、そうなの、そうなの、交流、集会的な部分で、ね、はい、で、まあ、もちろんスタッフさんからも受けられるんですけど、なので、実際に授乳するときにですね、こちらに、はい、お名の持ち手がついた椅子がございます。はい、やり方にコツがあるので、ちょっとここで練習しましょう。はい、じゃあ、ともひさん、ちょっとお手伝いお願いします。かわいい。かわいくなって。そう、まずね、リアルの方でちょっと楽な体勢になってもらってから、はい、ここの椅子に座ります。はい、はい、で、そしたらね、ママ側の人はここの持ち手をつかんで、そーっと傾けてあげます。そしたらこうやってね、哺乳瓶で。お、ちゃんと中のさ、はい、牛ミルク。そう、言ってるっすか。表情もなんか、表情もしっかりですね。ちゃんと飲んでる。ね、こうやってね、よしよーしって。あー、喜んでますね。かわいいっすね。かわいい。ちゃんとかわいいです。癒しですね、これは。で、終わったらこうやってね、あって。あ、まだ欲しいって、まだ欲しいって。はい、大丈夫。吐き戻しとかないですか。はい、大丈夫ですか。もう終わりだよ。はい、じゃあね、一旦
旦終わりましょうね、はい、こうやって元に戻して、はい、今立ってもらうって、はい、こんな感じに。怖いな。じゃあね、ちょっと一回スタミさんも椅子傾ける練習してもらいましょうかね。はい、わかりました。これ触れるんですか。あ、仕事か。はい、やばいやばいやばい、やばい、危ない、灯したから危ない、危なかった今、はい、ゆっくりしてゆっくりしてよ、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、ともちゃん、ミルクの時間ですよ。はーい、あーして、そう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 、おいしいねー、あーおいしいね、そうねー、はい、終わり、はい、一回ゲップして、はい、ゲップして、早っ。はい、別にもう終わりだよ。そんだけあって、さっき飲んだばっかでしょ。慣れてる。よいしょ。はい、はい、どうぞ。はい。はい、大丈夫です。はい。はい、えい、ー、そうだね、はい。赤ちゃん側の時に、満足したらね、お腹いっぱいになりましたって言うと、ママさん、授乳終わってくれます。はい、お腹いっぱいになりましたって言っていいんだ。じゃあね、注意事項だけね、こっちで。はい。ね、使いましょうってのと、他のお客様の迷惑にならない言動を。すいません、これどういうことですか。これ要は直で飲ませるのは一日で。あ、いるんですね。つまみ出します、ね。自然派がいるじゃん。気をつけてください。普段はね、配信とかは禁止してますが、今日は、ね、はい、許可を。ありがとうございます。ので大丈夫です。ありがとうございます。はい、ます昨日のね、スタミさんのなんか X のツイートで。もういろいろ回ってきたから何にも何も感じないですよ、私は、ね、僕もう熟練まで来てるんで私たちもですね、4年半来たりな授乳カフェやってる。4年半やってるんですか。なんかスタッフさんの中からね、特に腕利きのママさん4人にね、あらかじめお願いしておきましたのでありがとうございます、はい、まずはそちらのママさんから授乳を受けていただきたいなと思います、はい、わかりました。ではところば、まずは俺の赤ちゃんを見てろ。俺が今から赤ちゃんになってくれ。わかったっす。見届けるっす。ああ、見とけ俺の赤ちゃんぶりよ。お邪魔します。もうお待ちでお邪魔します。はい、ちょっと、お二人のお相手していただけるママさん4人でございます。いや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 、はい、いますよ、おたぬきが。1位点のモカママです。はい。はい。ね、モカママ、はい。お願いします。同じく PC 点のニトランママさんです。お願いします。お願いします。PC なくても来れるクエスト点の、ケイママでございます。K さんお願いします。お願いします。こちらもクエストのタルタルママです。タルタルさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあお願いします。早速よいしょ。はい、赤ちゃんの準備完了です。はい、座れましたか。はい座るところ、はい、ここを融通してもらうと、はい、座れます。あー、はい、あー入ってきてる。これはもうここに来るともう入っちゃう。もう俺赤ちゃんになってる今、ね、はい、椅子を動かすのでちょっと酔いやすいので目を覆ってますよ。ちょっと椅子を置きます。高くて怖い。うわーすごい、視点すごいね。高くて怖い。高くて怖いです。よいしょ。じゃあ下の方にちょっと、下の方にちょっと下ろしましょう。はい、はい、大丈夫かな。ママの顔見えますか。ママは見える。はい、いいお返事です。はじめまして、ケイママと言います。こちらがお願い、はい、二人な特製のミルクになります。待ってください。はい、待ちましょう、待ちましょう。おい、ちょい、おい、うっさいんだよ。すいません、すいません。今俺たちはどこに来てると思ってんだよ。授乳カフェキタリナだぞ。俺たち赤ちゃんになるんだよ。分かってんのか。気合い入れろお前。自分甘かったし。そうだな、お願いします。はい、いいお返事です。きつい。こちらのキタリナ特製のミルクを、はい、どうぞ。あー、うん、はい、うん、よく揉めてますよ。じゃあこちらの今から肉球で、はい、かわいい赤ちゃんをよしよしと撫でていきます。おいしいです。
いい子だ、いい子だ。うん、よかった、よかった、はい。とってもいい子だね。はい。よし、よし。うん。いい子だ、癒しですね、いい子だ。それならよかったです。癒しとね、はい、落ち着きをコンセプトにした。間違いないです。イベントですのでね。はい、ああ、それなら何よりです。うん、赤ちゃんに慣れてますよ。よしよし。大丈夫、大丈夫。よしよし、泣いちゃったね。大丈夫だよ。よしよし。いい子だ、いい子だ。赤ちゃんになってますね。ママ歴ってどれぐらいなんですか？ママ歴ね、多分4年目ぐらいですね。4年、もう発足当時からいるんですね。そう、最初は赤ちゃんで通ったんですけど、そっからママ、いつの間にママになってた、はい、やっぱそうなるんだな。いろいろ聞いてみるのも楽しいですよ。やっぱりでも4年とかいないと包容力違いますね、うん、うわー、そう言ってもらえると嬉しいです。よしよし、落ち着きがもう全然褒めてくれる、いい赤ちゃんだ。ところばちゃんはタヌキを撫でてます。満喫してますね。ゆっくりしてますね。あじゃあ、ち楽しんだよ。じゃあそろそろモカママ禁止店のママに交代しましょうか。はい、ありがとうね。あ、大丈夫ですよ。他の人です。大丈夫ですよ。はい、よしよし。ほらほら、若ママが来ましたよ。はい、よしよし。はい、なでなで。よしよし、大丈夫ですよ。ほら、ほら。はい。はい、どうぞどうぞどうぞ。ママのミルク美味しい？どう？美味しい。お口に合うかしら。モカママはワンちゃんなんですか？私はね、おキツネさんよ。こやんこやん。キツネさんだ。VR チャットって何でしたっけ ？VR チャットの中で寝るやつ。VR 睡眠のことでしょうか？はい。あれはですね、はい、VR チャットにログインしたままね、そのまま寝たり、もしくは寝落ちしちゃったりすることを、ね。VR 睡眠って言うんですね。VR チャットの中で寝るみたいな感覚なんですね。人によってはなんか修学旅行でね、旅館で泊まってるような寝落ちだって言う人もいますね。なるほどなるほどなるほど。みんなと友達で集まってそれが楽しいという方もいらっしゃるみたいですね。実際ここで寝ちゃう人も全然 いそうですよね。今ちょうどね、もし寝ちゃったら後ろの方にあるベビーベッドまで連れてって、そこでね、おやすみなさいって。さえちゃう子もいるわね。あ、いけてる、大きいです。ああ、いい子だ、いい子だ。慣れても大丈夫かな。めちゃめちゃ揉めてる。おいしいか？おいしいな。はい、こだいこだ、よく来てくれたね。癒されるか、すごいだろう。全身震えてるんですけど。大丈夫、一回休憩しようか。一回休憩しようか。はい、おりましたね。いい子だ、いい子。はい、よく来てくれた。わかるか、これが授乳だよ、だからば。すげえだろ。やばい。やばいだろ。もっと授乳するぞ。あ、じゃあごめんなさい、こちらから失礼しますね。あ、ニトラママ好きです。ありがとうね、可愛いね。うわー、ニトラママ、いい子だね。ママ、それじゃあね、ミルク飲みましょうね。あ、暑いの嫌いだから。そういうことも、ちょうどいい温度ですよ。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、ねえ、ちゃんと飲めてるね。すごい可愛い。イカシャのイカシャの。この。ありがとうございます。VR チャットのキャラって口の中までちゃんとできてるのすごいですよね。うん。はあ。よしよし。眉が可愛い。眉がちょんだ。
よく気づいたね。うん、マロマユですよ。よしですね。ね、今日はね、たくさん癒されていってくださいね。わかりました。よしよし。おや？あ、タルタルママ、ママになれましたか？タルタルママですか？これ授乳できるんですか？強いぞ。ああ、で赤ちゃんになっちゃって、おっつ、わあ！いやあ、ダメだ。あ、いやあ、負けちゃった。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。わあ、メイドさんが、わあ、綺麗なブロンド髪です。そしたら、こんなちょっと近い。椅子少し倒しても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあね。はい。そしたらね、今日のキタリナのミルクご用意しましたのでね。はい。はい。はい、じゃあ口にね、あー、あー、いつもタヌキさんの格好なんですか？はい、そうです、いつもタヌキの格好です。で、ママになるときは変身しちゃうんですね。そうです、そうです。お隣失礼します、タルタルママ。ところばちゃんも来ました。一緒に、はい、一緒にそしたらね。ダメだこれ。どうも、下見さん。ほら、口開けろ。来ました。一緒に。うん、一緒に。はい、じゃあ、こう一緒にね。一緒に。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、よしよし。どうですか、いろんなイベントに行ってみて、リアルチャット楽しんでますか？すごく楽しんでますよ。でもなんか、このイベントは、刺激っていうより癒しっていう感じで、他のイベントとは別で、そうです、そうです。新鮮な感じです。大丈夫かな？そうなんです。ここはね、癒しと落ち着きをね、赤ちゃんのみんなに感じてもらえるように。はい、毎週ね営業しております。毎週何曜日なんですか？毎週日曜日と木曜日に営業しています。わあ、いい子だね、いい子だね。おいしいか？とてもいい子だよ。おいしいな。もふもふだね。あららら、ごめんね。おにゃんとっちゃった。すごい。あ、小指で、小指が動いてる。すごい。すごい。鼻処理処理されてる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 。鼻好きなんですか？はい。ミルク欲しい人、ミルク欲しい人、ミルク欲しい人、たくさん飲んでるね。お腹いっぱいです。はい。はい。じゃあ、ごちそうさまですね。ごちそうさまでした。はい、思いました。ころばさんもう一回、ごちそうさましましょうね。はい。一、二、はい。大丈夫ですよ。おいしょ。おい。すごい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、降りれます。いかがでしたかね。はい。すごいですね、これは。なんか、癒しっすね、マジで。よかった。いい経験だったか。あ、帰りたい。どこに帰りたいか。そうなんだな。帰りたい。あ、はい。赤ちゃん。さんみさんがパパをやる感じですかね。はい。これ赤ちゃんします。あ、はい。わかりました。じゃあね。あー、いい子ねー、ところばちゃん。お家帰りたい。ここに座るの。早く座りなさい。座りなさい。ほら、ここに座るの。じゃあ、位置動かすからね。よいしょ。もうパパだな、本当に。基本的にあのパパとかママとかやるの作法があるわけじゃなくて、はい、赤ちゃんのことを大切にケアしてあげるぞっていう。わかりました。それで十分なので、こうちゃんとね。さっきのごめん。さっきのごめん、謝るよ。
初めてのことはね何でもありますからね誰でも、はい、大丈夫ですよ、はい、うんうん、じゃあね一緒に慣れてみましょうか、そしたらせっかくなんで、はい、はい、で赤ちゃんの方のね顔を見てあげながらね、やったらお前もどうちょっと強くなってくんだからよしよし、人類怖くないよ、あらあら、それ人間怖くないよ、ママがいい、人間怖く、ママがいい、いや俺がいいよな、ママがいい、いや俺がいいと思うよ、ほらほら、きつい、きつい、よしよし、いやーきつい、ママになって、ママになったよ、はい、ママやったよ。よし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 よはい、いい子ね、いい子だよ、だから、だからばちゃんこっち見るんだよ、右がいらん、だからばちゃんこっち見るんだよ、だからばちゃんこっち見てみ、大丈夫だよ、はい、はい、俺でした、はい、俺でした、はい、俺でした、あー、だね、だから俺でした、可愛い子だもんね、俺だよ、ああ、いいかいいか。ところもいい子だね。だるい。よしよし。頑張ったね。頑張ったね。頑張ったね。涙出てきた。ところいい子だね。頑張ったね。いい子いい子。あ、ほら。どこまちゃん、どこまちゃん、わからないの、ほら、うぐいさい口に、ほら、おしゃぶりよ、ほら、はい、はい、これで、はい。ここで黙ってるんだよ。わかった？ね、静かにしないとおしゃぶりの系だからね。なんか喋りたいことあんの、ほら、ちょっと喋ってね。はい、ほら、うぐいさん、やっぱりうるさいでしょ。はい、やっぱりうるさいでしょ。ほら、やっぱりうるさいよ。はい、そうだよ。言うこと聞かないとダメでしょ、ママの。いいかね。ちょ、泣いちゃったんで、僕らとダメみたいなんで、ちょっといい、いいですか、来てもらって。かわいい、さっきのたぬきの、たぬきのママが、たぬきママが、しっぽすごー、よかったね。あ、赤ちゃん出てる、今です、今です、タルタルさん変わりましょう、よし今だ、今だ、おいしょー、そうでしょー、今何、今分かったから、こうやって包み込むようになって、すぐ抜いて、イエーイ、避けんな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 、逃げるとこうだよ、逃げる、逃げるとこうだよ、逃げるとこうびっくりしたね、びっくりしたね、僕ちょっと包容力がなくて、大丈夫、ずっとママかと思ったら知らない人、そうですね、自分の人を知らない人、急に大きく動かすとね、気分が悪くなっちゃうかも、ね、そうですよね、いるね、大丈夫、お願いします、はい、先生にバイバイして、ねえ、うん、帰るでしょ、すいません、うちの声バカママなんで、わがままですいません。店長さん、ところばも、はい、ママパパできたりするんですか？はい、できますよ。やってみます？俺赤ちゃんになるから。自分で言って笑ってるじゃないですか、もう。今から俺赤ちゃんになるから、おま、ママパパやってくれ。ほら、俺これ好きだから。やっぱ人間さん以外も、え、例えばあの撫でてほしいって書いてるっす、赤ちゃん、ここは可愛いな、こいつ、こういう子に注入して、いや俺は、いや俺赤ちゃんになる、俺赤ちゃんになる、ちょっと待ってて、ちょっと待って、赤ちゃん作るね、赤ちゃん現場でするらしいです、赤ちゃんあります、
大丈夫。じゃあスタミちゃんお椅子座りましょうか。せっかくなんで目の前にね椅子ありますよ。座れた、椅子座れた。え、怖い、高い、ね、怖い、高い、かわいい、高い。これはちゃんと来ましたよ。眠くなってきた。こっち見ないでほしいっす。眠くなってきた。ダメだダメだ。わ。そう。わ。わ。アーカイブ残りませんように。コロバちゃんも椅子に座ったら、ここは激しさ。ほらー、もう少し、最後まで見せたから、どうですか？ママ、お腹すいたでちゅか。お腹すいた、なんか、おいしいですか？おいしい。ミルクいらない？ミルクいらない？ミルクじゃないっぽいですけど、どうしようおしゃぶりでちゅよ。よいしょ。うわ、下待ってる。ママが戻りましたね。か、よしよしですか。今でも、うん、よしよしして。包むやつ。ハンバーグ以外で知らないよ。たぬきのやつ。タヌキのやつ？タヌキのやつ。どの技ですか？これされたいのに、されたいのに。まだ終わってないんで、頑張りますね。お前やってみろ。きついなぁ。ところがママですよ。説明やつ。やめろ、お前もう呼吸ができない。ママすごい角度に咲いてますね。ママじゃあ一回お椅子から降りましょうね。ああ鼻水いっぱい出たわ。すごい罵声だな。頑張ったわね。スタミちゃんもね、とっても喜んでたわよ。あら、よろしい。ありがとうございます。最後ちょっと体験したいことあって、店長。
誰かを眠らしてベビーシートに連れて行きたいんですけど、はい、眠そうな赤ちゃんがいるかな。じゃあちょっとね、店内回って眠そうな赤ちゃん探してみましょう、はい、眠そうな赤ちゃん探します。眠そうな赤ちゃん大事に行くすか。ちょっと静かにだよお前、こっからもうほんとふざけなしだよ。あ、これガチだよ。オッケーっす、オッケーっす、オッケー。こっちはもうちょっとおふざけエリアだったけど、こっからもうあれだから、みんな入ってらっしゃるから。そうそう、あ、パパだよ。じゃあまたね。はーい、またね。またね、バイバイ。またね。人体錬成はするんじゃないぞ。わかったか？まだちょっと起きてそうですね。うん。おねむじゃないですか？まあちょっとおねむじゃんさね。バイバイ。あ、うちは持ってる。うち募集してる。募るタイプあるんだ。そっちのがあるんだね。あ、こっち。服装も万全っす。現在な、おギャラの設定。ドレスコードバッチリっす。ママですよ。え、あ、くれるんですか？え、あの。ママ持ってると事故。ママですよ。ママにおぎゃりたい。お。宝だ。あや、あ、お前見てたぞ今。これさっき持たされて。いやあの、持たされただけで、あの、そんな前こんなん持っても何も、いや、野生の方が来てます。よしだいじょうぶだ。あ、泣かないの、泣かない。あれが何か、なんでなんで、そうはい、こんにちは。はい、ちんね、ゆっくり飲むの、そんなすぐ飲まない。ゆっくり飲むの。あ、な、大丈夫大丈夫、あげるから、ゆっくり。あら、もう一口だ。よし。どうだよ、北海道ちゃんかな。なんで練乳飲まされてんだ、いつは。ミルクもいいですか。浴びるように。コーヒー。渋みがいいですね。美味しいか。甘くない。お前もうお腹タップタップだ。お前飲みすぎてこんな腹になってんじゃねえかよ。もうお腹パンパンじゃん。そんな飲ませないでくださいよ。じゃあ、お二人さん、お眠の時間だから、ベッド行こっか。はい。はい、お眠して。まだでも眠くない。まあ、眠くないの、ダメでしょ。もうこんな時間寝ないといけない。ダメ、寝ないといけない。ダメ、寝ないといけない。大丈夫。難しいですね。難しい。なかなか寝てくれない。うちの常連さんで一番寝落ちする。一番寝落ちする。寝落ちの頃見た。ここ2年ぐらいも毎週寝落ちしてますね。はい、座ってください。はい。よいしょ。はい、完璧です。はい、深呼吸をしてください。余計なことを考えない。人とはですね、過去と
未来のことを考えて生きる生き物です。その時っていうのは脳は稼働状態にあるんですね。脳が休息の入る状態は今を考えた時。今日のお仕事大変だったな、今日あそこミスしちゃったな、ご飯美味しかったな、それは過去の話です。それを考えている時っていうのは脳みそは動いている状態になります。で、今を考える時にすごく簡単な方法があります。マインドフルネスの方法をしますね、はい、空気というのは鼻の入り口を通って鼻腔に当たります。鼻を通って空気を感じてください。そのまんま喉を通って肺に落ちますよね。それを感じてみてください。息を吐く時に唇と唇の間を抜けていくのを感じる。はい、鼻から冷たい空気が入ります。肺に落ちて吐く。マインドフルネスにはコツが一つあります。邪念というものが生まれます。この邪念というのはさっき言った過去と未来の話です。これは訓練をしないと必ず浮かんでしまいます。この邪念が浮かんでしまったら意識を今に戻す。鼻から吸って口から吐くを意識した今、それが一番の脳の休息状態です、うん。ガチ寝してた。ガチ寝してました。マインドフルネスでしたっけ。で、はい、なんか呼吸してたらあれ。そうですよね。記憶が飛んでる。そうなんですよ。どっからどっか。ありがとうございました。ありがとうございました。3分ぐらいで寝落ちした。めちゃめちゃ癖あんな。ただのこちら、こちら。どこだ？どれだ？ところがここあれだったな。我々をやってください。お願いします。ところばちゃん座ってからの引っ張り眠れないんで、目元を覆ってもらっていいですか？あ、そう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 。ちょっと早いに聞く。ちょっと。ママ。こうしよう。目を覆ってほしかったんだ。赤ちゃんが目を覆ってるかもしれない。ママ、ママ。すいません。すげえ弱いよだな。わあ！わあ！びっくりしたね。わあ！なるほど。なるほど。
何これ海の音するんすよ。何で、うん、何これ本当に眠らせにかかってんだこれ。うわっ、ああすげえ。あ、海に帰る。お前宇宙人だよ。ああ、あー、これはちょっと V サイの意味がちょっとわかる気がする。わー、すごいよ、お前。ドッグドッグする。あ、太陽。あ、もうお前もう包まれたわ。完全に。わかった、多分。大丈夫。聞こえるかもしれない。で、いつやったね、オルゴールの音が聞こえると思うよ。それ今の羨ましい。ふふうってするやつしてほしいです。あっ、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 お気に入りが？ふうのやつすごい。あっ、あっ、ふうすごい。もうそれ集合写真の時間？もう？え？もう終わっちゃった。もう終わっちゃった。わあすごい。わあすごい。わあすごい。すごい。わあ。もう終わっちゃった。ああ。ああ、いいよ。だいや、あいや、だからば、だからば、だからば、だっこしてあげ、やだ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 、だからば、だからば、だからば、よー、最悪だ。なんかイベントの紹介というか、バーチャル授乳カフェ北里奈はですね、毎週日曜日の午後3時から午後5時まで行っております。もう一個、木曜日の10時半から11時半で PC がなくてもね入れるクエスト展というものがございます。こちらの方はですね、あのさっき響き書いてたあちらの遠隔さんが店長をされております。あ、そうなんですね、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、ぜひ来てください。ありがとうございました。じゃあところば
ドコロバ。ドコロバ。ドコロバ、帰る時間で座りなさい。座りなさい、ここ。やだじゃないでしょ。はい、座りなさい。はい、座るのもう帰る時間だから。はい、座って。はい、はい、じゃあそれでは、はい、お邪魔しましたということで、お邪魔しました。はい、はい、それでは、ここがイエス、ここがイエス、ここが今がイエス、帰りたい、お疲れ様でした。あにょ、あにょ、お疲れ様です、ママ。